文、またの名を崩壊、ペイアザ、白文とは、ペー族が漢字に習って作った、ペー語の4文字による表記システムである。この文字の存在性については、現在も論争が続いており、大多数の学者は、文を漢字から独立した文字であると認めるが、文は漢字によって、ペー語の音を表したに過ぎないとする学者も存在する。完全な規範化がなされておらず、 方言差があるため、千年以上の歴史を通じて、漢文と比べて白文は、従属的、部分的な地位に留まっている。山花彦と四季、山花、栄屋を境、避難所、大理国時代の旧跡より発見される、有事瓦には瓦を焼いた、日時、場所、製造者名、またはおめでたい言葉などの短い語句が書かれている。これらにはすべて漢字のもののほか、 漢字を少し改変したり変貌を組み合わせたものや漢字ではない簡単な符号に近いものが見られ漢字では理解ができないものがあるこれらを独自の民族文字である白文とする観点が存在するまた白文の資料だと認められたものとしてはしか石碑仏教転石があった平族民間には白材門白曲大本曲 武器吹き空等の漢字でのペーゴの音の記録があり、現存している南昌の君臣の詩詩には、漢字の音読みと訓読みが混用した南昌民族言語の語彙が見られる。大理国時代の僧侶がペーゴにて天石を理解していた資料としては、例えば大理、大鳥忠鎮北湯天村の仏教天石があり、ガツの文字の隣にペーゴでガツを意味する名作館の二文字が添えられるなどしている。 大理国、公共乱弱転職引きには、田んぼの一世を一角や一脚とするなど多くの白文が含まれる。民の陰安元年には、大理大和寺に洋風による青山海の周備な自然景色を描写し故郷への墓状を表した四季、山花、栄やお座が刻まれた。ラテン文字に切り替わった現在においても、民間の宗教活動においては、白財門が用いられている。 片い白文関助及び自負集、中国少数民族文字数4どころこ、2 0 0 9年5月24日時点のオリジナルより、アーカイブ。2008年11月18日閲覧。断例論、白文。代理士、戦学法。http コロンスラッシュスラッシュ www.cnki.com。cn、アーティクル。 CJFD2001DLSZ2 億10万 1011HTM2008 年11月18日閲覧。要発祥。没有必要想像。ABCDEFG 高志聖寺三島文化、観光地事務所。キーナ文字日本語代理観光集団高志聖寺、三島文化観光地。代理高志聖寺三島文化旅ゆうく。 2015年5月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2014年3月12日へ閲覧ありがとうございます。